はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、リングから降りる時も辛そうでしたが、今の気持ちいかがですか？いや、人生で一番疲れた。もう正直ブレーキングが引退してもいいかなと思うくらい疲れました。そうですか。今回5ラウンド目での決着になりました。はい、無制限ラウンドです。途中でどう思いましたか？いや、てか無制限ラウンドさっき決まったじゃないですか。まあ、本当に超最悪な気持ちでしたけど、最後お互い疲労してた時は頭触ったところ飛び膝決まってよかったです。はい、そうですね。あの飛び膝はとっさに出たものだったんですか？とっさにました。お見事でした。はい、誰も予想しなかった対決になりました。ユニミキ選手に今何を伝えたいでしょうか？いやー、でも本当に感謝します。ユニミキ本当に今日試合できたことで、ユニミキの気持ちの強さとかもすごい受け取ったし、やっぱ引退がかかってたんで、その引退っていうプレッシャーの中で試合を初めてしたので、やっぱ自分の価値が失われるかもしれない試合で戦えて、こういう結果になるのは良かったなと思います。最後に12日選手も引退ということを発言してたんですけども、梅尾選手はもう一回一緒に戦いたいとおっしゃってました。はい、あの時どうしてそう思ったのでしょうか？いや、12日に今まで弱いって思われたじゃないですか。もう価値ないって思われたと思うんですけど、戦った俺しか分からないから、はい、12人の気持ちの強さみたいなのを普通に分かったらしい。で、もちろんやっぱ12人がやっぱ今まで弱いキャラでやってたけど、これまで努力してここまで戦えるようになってたって本当にすごいことだと思うんです。それ視聴者の人は、分からない部分も多いとは思うんですけど、本当にその気持ちを強く受け取ったんで、これからも一緒にブレイキングダウン戦っていきたいなと思いました。今日戦ってみて分かったことがあったんですね。はい、頑張ってください。今回応援してくださったファンの方々、一言お願いします。はい、今回で引退かと思われてると思います。見納めにならない結果で良かったです。みんなとこれからまたブレイキングの盛り上げていきたいと思うので、これからも応援もお願いします。まずはお疲れ様でした。よっしゃ。今、試合を終えた率直な感想をお聞きしてもよろしいでしょうか？いや、急遽無制限になって、またこのパターンかって。やばいっすね。それで、ちょっと通常のルールだったら、結構、また戦い方が変わってたんで、いけるかなと思ったんですけど、そこで負けてしまって、純粋にスタミナ切れですね。でも、大臣とかやったら5分3ラウンドじゃないですか。って考えると、やべえなと思って、終わらせて、簡単に。はい、という感じです。戦ってみて、ちょっといろいろうちの小屋さんとか、試合の人とかにいろいろ小屋さん過去の、試合動画とかでうちは分析してたんですけど、本当に分析通り でもやっぱちょっとまだ言うて、やっぱその俺も線引きがないんで、いくら対策しても、ちょっと、まだまだ実力不足だったのかと思います。小屋さんとして強いですね。スクラミクルさんがこんなに強くなった12日を見れると思わなかったとおっしゃってたんですが、相当今回、練習積んできましたから。そうですね、一応、週5、6のペースで一応やってました。三浦選手の角がやりづらかったとかありますか？そうですね、やっぱ膝蹴りと、あと前蹴りですか、はい、やっぱちょっとこうだったですね。そこがまだ対策しきったかなとか感じですか。今回、やっぱり悔しいですか？悔しいですね。そうですね、もう天狗シリーズのメインカードは、もう危険です。危険です。はい、もう嫌いなのがあるんで。なんか、うすうす感じていたんですよ。なんかこのパターンあるかなって、ワンチャンと思ったら、本当にそうなっちゃって。で、まあ、引退ですか、引退の話を言ってたんですけど、はい、さっきマイクパフォーマンスであったと思うんですけど、まあ、もし、考えられたら、また次も追い上げたいなっていう思います。うん、はい。今までは、そうですね。どうしても倒したい相手は二軒くんなんで、二軒くんぶっ倒すまで、はい、終わります。はい、ありがとうございます。ということで、それでは今後の展望などお聞きしてもよろしいでしょうか？今後はもちろん今日の試合を
まあ、明日からね、また練習再開して、もっと強くなって、また、勝ちたいですね。